続きましては5年生の小鳥の声、こちらですね。これをね書いていきます。これもそうですね、小さいっていう字はこういう風になんとなくこうひし形っぽい感じにこう持っていきたいんですね。この字をこういう風にするためにはこの4分の1のこの長方形は難しくて、左に中心をずらすような感じで持っていきます。普段はちょっとあんまりね折るとね墨がそこに乗らなかったりするのであんまりいっぱいは折りたくないんですけどね、ちょっとここ真ん中あるとするでしょ。普段はここを真ん中としますけど、小を書くとき少しだけこっち側にずらします。隣ひらがななのでちょっと小さめに、ね、持ってこれるのでね、そこをうまく自分でね調整をします。なので普通であればど真ん中をこういう風に来るような縦のラインをちょっとだけ左にずらしてあげることでそこが解決します。こうまずトーンと ついてください。しっかりついて立てる S 字になっているようなこのカーブのラインをしっかり作ること。ここは結構寝てる子はまだまだ多いです。しっかり立てます。そこからスリムなラインです。ここ結構だけど内側に一旦こう寄ってください。こういうラインが出てますよ。ここになんとなく隙間がちょっとあるかなっていうような線はねよく見ましょう。ただの棒じゃないですよ。で一旦こう左に寄っているような感じでそこから押し出します。こうそうするとここっていうのは結構まっすぐなラインに近くなりますよね、この三角形で。こことここになんとなくクッションでも挟まっているかのようにこうひし形を持っていきたいわけですから、こう空間開けといてください。ここにこうでこう左へ行きます。これ下にビヨーンって長くしないこと、それは格好悪くなってしまいます。こういうラインでこう持ってきて、でこうね、こんな感じね。でこれと対称になるような角度隙間を右に持ってくるような感じ、スーッと持ってきながらギュッとつく、ここをしっかり止めること。この角度で止められるように、今ずっとこうやって置いてますけどお尻がね下がってるわけじゃないんですよ。浮いてるでしょ。ついてるのはここ、穂先があるのがねここっていうことで、この向きでこういうラインでこっち向きでこう置いてます。入ったのはこっちでしたよね。こっからのこっち、これができるとこのラインしっかりできますので、そこをね、でほら4分の1で折ったここの線の半紙の中心のラインはここで、それより左に出てますよね。出てるけどこちらと対称にちゃんとこうなってるので、その部分をしっかりと合わせるようにします。そしてこの小のあと鳥という字がつきますけど、これがね画数があって嫌かなと思いますが、できれば真ん中のこの部分を少し開けるようにしたいので、あんまり上から来ないようにします。でこのライン、これも右側が出る字ではあるので、これもちょっと小に合わせて左側に中心をずらしておきましょう。そのために1画目そこからですね、ちょうど小のこれの下でいいです。それからこれ本当は横に行ってもいいですけど、そうするとここに隙間ができなくなるんですよ。ここからね、だからねあんまり下に横に行くっていうよりは少し下のラインに持ってきておいて、ここを開けたいです。ここ開くようにします。1まず2画目はここからしっかり立てておいて、これ短めこのくらい開けましょうね。このくらいでいいです。でここからここのことを言いました。開くっていうのはこの縦のこのラインに対してここね横の線のこの細さ、これの強弱をしっかりつけてください。縦は太くていいですよ。このこういう混み合った字の場合、縦はこんだけ太いけど横っていうのはこんなに細い、接続この基質の部分の大きさで言ったら倍以上ありますよね、こっちの縦っていうのは。ここをよく見てくださいね。そしてこうスッときたらここでしっかり置いて、
立てます。ギュッと。でそして横の線がいっぱい来ますね。ここちょうど気質の膨らんでるところがぶつかるとちょうどいい感じです。ちょっとこっち長かったかな、ここもっと短くていい、ここぴったりぐらいでいいって感じですけど、まあまあまあいいでしょ。でここからこうちょっとこのぐらいの長さ、それに合わせるような感じで同じような角度でこういう風に来ます。ちょっと長かったかな。ここギュッと置いて内側に締めます。でここ広く取るように、でこの中を2等分するような感じなんですが、少し上を狙っていきます。下がこう開くような感じで点を打っていきます。1、2、上がってって3、4、こういうラインですね。でここを開けるっていうことが開くと綺麗です。そのためにこの羽が上にこうやってくると邪魔をしてしまいますので、邪魔しないように、まあ、次の角に行こうと思えば自然とこっちに来ると思うので、そのあたりはね見といてください。これ横の線多いので描きにくいと思いがちなんですけど、実はそんなこともないかな、こっちの方が難しかったりしてっていうぐらいな感じです。はい、のはいろんなところで出ますよね。やっぱり 1,2,3,4 文字の漢字3文字って言ったら、なんとかのなんとかとか、なんとかななんとかとかだから、のはいつもいつも出てきます。これこっちなかなかここ直線をやっぱり引いてしまうことすごく多いんですけど、やっぱこれは少しこうに柔らかく曲がっているような感じで、のっていうのはここの長さと角度でもう大きさと形が決まってしまうと思っていいので、ここまでをしっかりできるようにして、そう、なんかこの辺がいつもおかしいなとか、この辺ができないなとか思ってる、このほとんどは多分ここが原因なんじゃないかなと思います。どこかがいつも治らないっていう何かがあるとするなら、その1個前を見直すといいかなと思うので、そこばかりやるっていうよりはその1個先をね見るようにしてください。なのでまずはここからここ、それをどうにか、あ、ごめんなさいね、しないとダメだと思います。はい、ちょっと子供1人起きてきました音が入るかもしれないんですけど、ちょっと小さくして、休みなのに早起きですね、みんなね。小鳥の声です。声という字はここが、声はね、結構大きくなりがちな字です。下までギューッと使ってやるので、鳥よりもちょっと上から入ってもいいかなと思います。まず2画目が頭しっかり出したいところなので、まあ、この辺からかな。その辺を多分 1枚目書いてみればなんとなく見当がつくんですけどね、考えながらやってくださいね。何も考えないでやると結局できないまま全部何枚終わっちゃうとか、なんかそういう感じになっちゃうので、あ、今回は皆さんのお宅には10枚届けてますので、ちょっと10枚をねやってみてください。でこれのところ、頭しっかりですよね、結構しっかりで、ここ見てください、ここほとんどもう指1本ないぐらい隙間、そういうラインですね。でこちらがこういうキュッキュってなるような、言わなくてもきっとこれぐらいわかると思うんですけど、ここ頭はしっかり出すって思っててもどうしてもここも出しちゃったりするので、縦のねこのラインを引くときにも気をつけてなくちゃいけないっていうところ、それから次はここからここまで、この長さを次の長さもね取っていきます。横のラインですよ、こうしてこうで、ここからここ、大事なところ、キュッ、強いんです、これかなり強くてキュッてしてますよね。そしてここの縦のライン、ここを合わせるようにここで持ってきます。これ左に結構ずれやすいところなんですけど、ここに合わせるというねところね。それから最終角がこういう風に来るんですけど、そこに気質がこうしっかり合うようにするために、次の角っていうのはここですね、
ここよりもここってちょっとこういう短いラインができてて、これがちょうどいいぐらいです。そして細かいこと言うようですけどね、これ出るとしたら横角が出ていいところ、縦じゃなくて横が出ていいところ、そして最後はさっき言ったようにここに出てきます。こういうふうにここぶつけたかったんです。でさっきほらここ 1,2,3,4,5,6 の6画目がこっち出てたとしたら、こうやった時にこっち飛び出しちゃうわけですよ。それ飛び出さないようにしたい。もうしっかりぶつけてきて最終画なので、こう来てゆっくりです。こう太くなってもいいぐらい、こうこうね、しっかり持ってきてください。